はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、リクエスト占いになります。佐藤健さんと上白石萌音さんの今を占っていきたいと思います。はい、このカップリングですね、ほんと何回占ったかわからないっていうくらいですね、占ったお二人なんですけれどもね、え、ほんとね、このお二人ね、進展がありそうでないっていうか、本当にですね、付き合ってるのかなって私はね、思ったりなんかするんだけれども、まあ、というのがですね、佐藤健さんが、まあ、モテる。うん、いろんなカップリングがありますよね。綾瀬はるかさんであるとか、吉岡里帆さんであるとか、本当にね、恋の噂が多い方でございますので、この二人のカップリングね、本当にお付き合いしてるのかなーなんて思ったりなんかするんですけれども、まあ、そこら辺はね、置いといて今回はですね、星回りの方とタロットちゃんの方で、二人がどういう関係でこれからどうなっていくのかってところね、見ていきたいというふうに思います。はい、ではですね、まず二人の相性の方から見ていきたいと思うんだけれども、佐藤健さん、生年月日から割り出した星がですね、メインが愛星、サブが水星、隠れてる星のところに天星が入り、安心星に優星が入るっていう星回り。で、上白石萌音さん、メインに冥星、しかもサブに冥星が入る、非常にですね、特殊な星を持ってらっしゃって、隠れてる星のところに優星が入り、安心星に王星が入る、そういう感じなんでございますけれども、相性ね、基本的にはこの隠れてる星同士で見るんですが、相性はね、あまり良くないです。というのが、タケルさんの持ってる天星っていうのはですね、金の木を持ってるんですね。金、金、銀、銅の金でございますけれども、金の木を持ってます。で、モネさんの方がですね、木の木を持ってるんですね。木ですね、樹木の木です。で、その二人の相性でいくと、タケルさんに押されてしまうんですね、モネさんが。ですので、モネさんが追いかけても追いかけても、タケルさんが先に行ってしまったりとかして、結構傷ついてしまったりであるとか、そういう感じになりがちなんですね。全員がそうではないんだけれども。ですので、結構ね、相性としてはよろしくないのかな、というふうに思いますね。はい。で、その上で二人の恋愛運ね、2023年から24年見ていきたいというふうに思うんだけれども、資料を見ながらね、見ていきたいというふうに思うんですが、23年の12月、もうくれるけどね、はい、もうくれるんですが、23年の12月はね、再波という運気が入ります。で、この運気っていうのが、物事がまとまりにくい、特に縁談なんかはまとまりにくいという運気になるので、ここはね、よろしくないと思う。非常にね、難しいかなというふうに思いますね。二人ともね、運気的には悪くない、結構結婚に向かいがちな運気なんだけれども、そっちにはいかない、再波が入ってしまうので、難しいかなというふうに思います。で、明けて1月なんですが、ここでね、運気好転するかなと思いきやですね、そうね、モネさんの方に再波がまた入ってきちゃうんですよね。ですので、ここでもね、難しい運気になってきます。ですから、22月1月はよっぽどのことがない限り進展はしない。で、24年2月なんですけれども、24年2月になってくるとね、運気好転するのかと思いきやですね、そうね、運気的には佐藤さんはいいんだけれども、モネさんの方にですね、波乱の運気が入ります。で、この運気っていうのは非常にですね、トラブルとかを巻き込みやすい、そういう運気になってくるので、もし仮に進展したとして、お付き合いであるとか、仮に結婚に行ったとしても、後々、こう、良くないトラブルが出てきたりとか、金銭問題が出てきたりであるとか、あとはですね、そうね、離婚になってしまうとか、そういう運気になるので、24年はおすすめしません。1年間通してですので、まあ、もうちょっとね、個別で見たら、違うんだろうけれども、基本的に24年は1年間通してこういう運気になってくるから、
おすすめはしないかなというふうに思いますね。はい、ではですね、お二人の相性と星回りによる運勢はそんな感じでございます。ではですね、お互いの気持ち、タロットちゃんの方で見ていきたいと思います。はい、ではですね、こちらの猫ちゃんのタロットでタケルさんのお気持ち、こちらの大きい本タロットでモネさんのお気持ち見ていきたいと思います。で、気持ち占うスプレッドでございますので、逆位置取らずに見ていきたいというふうに思いますね。そうね、難しいよな、なかなかね。まあでもですね、星回りね、ここっていう時があったりなんかしますから、そこでピンポイントで結婚されてもいいのかな、結婚とかお付き合いとかされてもいいのかなって思うんだけれども、ちょっと24年はね、おすすめできない年かなっていうふうに思いますね。はい。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、なるほどね芸能人って大変だなっていうふうに思うんですけれども、じゃあですね、じっくり読んでいきたいというふうに思うんですが、あのね、この二人ね、まずタケルさんの気持ちから読んでいきたいんだけれども、あのタケルさんは少なくとも感情的に動くとかそういったことは一切したくないという感じがありますね。非常にクールな判断をこの関係では従っている、そんな感じが見えますので、勢いで結婚とか勢いで入籍とかそういったことはね、まあ、まずないのかなというふうに思いますね、現状で。なんでそうなるのかっていうと、ワンドの7が出てるんですよ。で、これが出るってことは、これ以上関係を進展させたくないと、現状維持でいたい、そういう感じがね、見えるんですね。ですので、友人であるならば友人のままいたいし、もし仮に恋人だったのであれば、それ以上行きたくないっていう気持ちが非常に強いんですね。ですので、しばらくは、新しいニュースはないのかなっていうふうに思いますね。で、一番気になるのがこちらなんですけれども、デビルのカードが出てるんですね。で、このカードが執着っていう意味があったり、入ってしまうと危険な恋とかそういった意味があるんだけれども、どういう風に思ってデビルが出てるのかって話なんですが、まあおそらくこの関係を進展させることが危険だっていう風に認識されてる感じが非常に強いのかなと思うんですね。ですので、少なくとも男性側の気持ちとしてはこれ以上進展させたいとは思っていない。そういう感じが強いのかなっていうふうに思いますね。これはかなり厳しいなっていうふうに思いますね。はい、ではですね、モネさん、女性側の気持ちを見ていきたいんだけれども、モネさんもね、結構ね、クールな気持ちが強いですね。生真面目に行きたい、そういう気持ちがあるので、このカードと似てるんですが、結構感情的に何もかも尽くすとかではなくて、きちんきちんとお互いにね、自分たちの利害関係を分かった上でやっていきたいという気持ちが強いと、いうのがあるんだけれども、彼女の方がね、結構勢いに任せて、なんていうのかな、気持ちを進展させたい、関係を進展させたいという気持ちが強いのかなというふうに思いますね。男性側は結構ストップはかけてるんだけれども、彼女の方が結構主導権を握りたがったりであるとか、あとはですね、この関係がすごく変化してるっていう風に彼女は受け取ってる感じがあるんですね。ですので、もしかしたらこの関係が動くかもと思ってる感じがあるから、生真面目に行きたいとは思っていつつも、ちょっとね、進んでいきたいっていう気持ちがあるのかなっていう風に思いますね。
とはいえすごくねいい恋愛のカードが出てたりとか、すごくもう情熱的に行きたいという気持ちがね出てるわけでもないので、まあ、ちょっとこれがね情熱的って意味があるんだけれども、どちらかというと男性がストッパーをかけてるって感じがあるから、うん、進展はしてないと思う。うん、ちょっと女性の方がどうかしらどうかしらって思っているところはあるんだけれども、男性側は絶対もう絶対踏み込んじゃダメっていう風に思ってるから、うん、進展はないのかなっていう風に思いますね、現状。まあそりゃそうよね、モネさんも忙しいし、タケルさんも忙しいし、そんなことしてる場合じゃないっていう感じなのかもしれませんけれども、はい、そんな風にお互いの気持ちは出ております。ではですね、今後の恋愛の行方見ていきたいと思います。このね関係がどうなっていくのか、進展するのか進展しないのか、それをですね見ていきたいという風に思いますね。はい、ではリーディングしていきたいと思うんだけれども、あーなるほどね、あのね進展はねないですね。うん、まあもちろんねタロットでございますので、まあ大体 2,3 ヶ月おきに占うのが一番ね正確な情報が出るとは言われてるんだけれども、死神が出ちゃってるし、ペンタクルのエースの逆が出ちゃってるから、新しい生活とか新しい未来というのはね基本的にはこの二人の関係ではないっていう感じがありますので、まあお友達止まりっていう感じかなというふうに思いますね。うん、で感情がすごく揺れ動いてるところがあるので、やっぱりねいろんなお仕事であるとかそういったもので邪魔が入りやすいし、星回りも良くないから、うん、進展はねこれでねあったらすごいんだけれども、まあないのかなというふうに思いますね。うん、で二人ともやっぱり仕事が忙しい感じが出てるから、もうそっちの方にね邁進していくんじゃないのかなっていうふうに思いますね。はい、まあ、ちょっとね、うん、こんな結果に終わってしまったんですけれども、まあこれで終わるのもねなんでございますので、いつもね見ている天使様のカードでね、二人がもしいい未来を望むのであればどうしたらいいのかってところを見ていきたいと思います。よいしょ、与える、なんかね、どちらかがっていうのか二人ともなのかわからないんですけれども、結構ねギブアンドテイクをしたがる感じがあるのかなというふうに思いますね。だからこうしてあげたらこれだけ返ってきてほしいみたいなところが、まあ、タケルさんかもしくはモネさんの方にそういう気持ちがあると。でもそういう風にしてるとうまくいきっこないよっていう風に言ってますので、もしお二人がですね関係の進展を望むのであれば、とにかく与えることの喜びを感じてもらいながら関係続けてもらったらいいんじゃないかなっていう風に、はい、カードちゃんは言っております。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよという占い等ございましたらコメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。